はい、ミスアスターをご覧の皆さん、こんばんは、ミサコです。さあ、いよいよ本日2021年8月14日土曜日夜10時25分テレビ朝日で放送されます飲むだけランナーにミサコ出演します。ニュースサイトとかなんかいろんなところでも情報が発信されていて大変朝からビクビクはしておりますが、皆さんぜひテレビの前に待機してしっかりとご覧ください。見れないという方は録画することをお勧めします。まあ、30分の放送が終わった後結構わーってなると思うので、自分の精神を安定させるための生放送をやります。はい、このミスアスターのチャンネルで時間はだいたい11時10分とか15分ぐらいになるんじゃないかなと思っております。いや、これもね、放送収録の私の精神状態によるのよ。ごめんて、ほんとごめんて。放送見終わった後に私と一緒にですね、もう一回こう TVer とか、あとは録画されてる方は録画とか見ながらちょっと感想戦というかお話できたらと思っております。で、多分自分で処理しきれないのよ。なんで、トークゲストをお呼びしております。それが私をね、こうずっと見てくれております、スクラップのキラトワリさんです。キラさんが来てくれる。はい、キラさんとオンラインでつながって、お話をしながら生放送を予定しておりますので、ぜひ放送を見て、そしてこの YouTube チャンネルミサコスタイルの方で生放送を楽しんで、もう今日はとにかく私に付き合っていただきたいと思います。ということで、もう緊張してやばいのよ。本当に。もう緊張しすぎててやばい。吐く。けど、まあ、なんも言えない。私も、全部の内容は知らないので、もちろん、どういう編集されてるかも知らないので、皆さんと一緒に、ワクワクしつつその時間を待ちたいと思っております。ぜひご覧ください。そしてツイッターやってるっていう人、騒いでください。君たちにできることは騒ぐことだ。頼んだよ、本当だからね、騒げよ。それだけは頼んだよ、みんな。お願いね、本当お願い、本当お願い、お願いって指差してどめでね、お願いします。本当すいません、お願いします。本当にお願いします。はい、ということで皆さん放送お楽しみに。みさこでした。バイバイ。